おはようございます、カイチです。今回もゼアルタの伝説ブレスオブザワイルドをやっていきます。皆さんお帰りなさい。ということで、ですね、おそらく YouTube の動画上では3体目の神獣ナボリスかなの撃破のするところですね、最後のボス倒すところが収録されてないところで終わってると思うんです。その後なんとこの4つ目のバメドも撃破しました。でこちらは完全にビデオが収録されてなかったっていうもう本当に泣くしかない状態なんですけど、まあ高校も良かったですね。そのサポートに入ったなんか青年の神獣に入るまでの戦闘って今んとこどれも楽しいですね。まあ、あれが入ってないのが非常に残念で、なんかあれ終わったらあともう薬剤ガノン突っ込んでいけばいいんですけど、そこに行くまでにがっつり寄り道してバリッバリに強い状態でガノンに挑もうと思っています。でそうしたらなんか EX のなんかミッションが出て、どれかな、これかで、始まりの大地で試練をやってねっていうので、それはなんとかクリアしました。でそうしたらなんかすごいそれが拡張されて、このマークがついてる4箇所の試練をさらにこなさなきゃいけない。でこれ1個につき3箇所ぐらいなんか行かなきゃいけなくて、ややこしいですよね。だから多分ざっくり全部で12個何かしら祠を探しをして見つけてようやくクリアになるんですけど、そのうちの1個目のその3箇所クリアしたんで、そしたら何が起きたかっていうと、このナボリスへ行けって言われたんですよ。なので今から行きます。はい、やっぱりもう一回やれってことか。そういうことだね。でこの子難しかったんだよな。あ、よかった、よかった、収録できる。よし、これが映ってなかったんだ。 OKOK。 何持ってんの。はあ、でも優しいな。一応あの盾は、盾っていうかその左側の何スキルは使えるんだ。え、いや、なしで倒せるかも。うーわ、回復もないね。できたんだ、ラッシュができるんだな
まだやれそう。おとなしくやられてちょうだい。剣にしといた方がいいな。来い。もしかしたら反対するか。おい、よし。後半やばいよね。欲しいのは本編だとこの後に イベントがあるんですよね。それを取れてないのはまああれですけど、君はいいところに出てくるね。お？
ハイラルの姫よ、そなたの申し出、やぶさかではない。厄災ガノン復活を目論むイーガダンどもが我らの国宝を狙っているとの情報も聞いている。喜んで厄災討伐に力を貸そう。ゲルドの王さん、ウルボザ、ハイラル王の名代として感謝の意を。あんなに真面目なウルボザ、私初めて見ました。そうかい。私の方は10年くらい前、ああいうお姫様を見てるけどね。ウルボザ、以前から聞きたかったのですが、あなたはなぜ私をお姫様と？おい、そこの二人。あんたらと違って不意打ちってのは性に合わないんでね。かかってきな。ハイラルの姫の前だ。切らずに置いてやる。消えろ。私のかわいいおひいさま。あんたが小さかった頃、私の友達はいつもそう言って幸せそうに笑ってた。10年前のあんたはさ、母親を亡くしたばかりなのに一生懸命前を見て精一杯王国の姫をやっていて、その姿を見ていたらいつの間にかね。大したボーイだよ、あんたってやつは。ウルボザの怒りも今まで以上に使いこなせるはずさ。お姫様のことくれぐれも頼んだよ。ハイラルの誇る勇者に託したからね。おお、パワーアップか。いや、いいね。これめっちゃ使えるからね。そういうことか。素晴らしい。ちなみに今のムービーのとこって、この町にウロボザの日記があって、そこの内容の後みたいな感じでしたね。ちゃんと繋がってらっしゃる。じゃあどうしよう。このままメドの方行きますか。そうしよう。